った、あれだ、あれだ。先行ってけろ。なんだこの重さ。やっぱりおかすなものでも入ってるんじゃ。おかすなもの。あげろ。はい。かけちゃうんだよな、それなりに面白く。何やってんだか俺。ああ、いつまでこんな仕事。ちょ、何が熱愛よ。ため息つくと老けるよ。野島さん、早く文芸に移動させてくださいよ。もう2年ですよ。俺に言うなって。そういうことは編集長に。編集長に言っても無駄だから、デスクに。いやいや、津村、編集長が呼んでる。そこいい。お前もな。なんだろう俺らに。ああ、なんだろうね。後に世間を震撼させることになる不可解極まりない異様なその事件は、思えばこの時に始まっていました。失礼します。失礼します。岡瀬翔平が出てきた。岡瀬って？7年前公金横領でパクられた官僚だ。さすがそこい、うん、7年前の記事だ。公金横領、3年にわたり10億円。ああ、あの10億円を使い込んだ。そいつ逮捕当時、当然警察も検察もその10億の使い道を徹底的に調べたわけだが、判明したのは7億円分だけで、あとの3億、どうしても行方がつかめなかった。酒、女、ギャンブル、とにかく湯水のように使いまくりましたからね。何にいくら使ったかなんていちいち覚えていませんよ。まあ大方ギャンブルに消えたと思うんですが。ふざけんな。どこに隠したんだ3億円。ギャンブルに無茶苦茶な使い方してたのも事実なんで、だから捜査当局としてもそれ以上の追及は諦めざるを得なかった。だがその岡瀬ってやつは決して単純なバカじゃない。いずれ横領が発覚して逮捕されることぐらい承知の上だ。ということはその3億どこかに隠して出所後に使おうとしたに違いないんだ。その岡瀬が7年の刑期を終えて昨日出所した。だから、だからその隠しておいた3億を回収に行くはずなんだよ。その瞬間を押さえろ。記事にするんだよ、我が週刊ドドンゴで。ドンと。無意味だと思います。え、その岡瀬は10億円の横領を認めて県に服したんですよね。仮に3億円を隠して言うと今更どうでもいいことです。あのね、国民の血税を食い物にするそういうやつ俺は大嫌いなんだよ。それにな、警察も検察も暴けなかった3億円の行方、それをうちみたいなお前
エロとインチキスキャンダルしか売り物のない三流週刊誌がすっぱ抜いてみろよ。お前痛快でスカッとするだろうが。まあ面白いとは思います。だろうな、さすが俺と同じ元分野。うん、あそうだ、これな、岡瀬の親戚の住所だ。やつはここに身を隠してるみたいだ。二人で徹底的に張り続けろ。ありませんでしたよ、今日はあの弁当。はい、好きなの取ってください。もう2週間ですよ、全然動かないじゃないですか、岡瀬翔平。動いた動いた。え、嘘、動いた動いた。ちょっと待って。本気で信じてるんですか？インチキ書いてるよりは自分を嫌いにならずにいられる。まあその点だけは。でもな、新聞社クビにされた人の勘ですからね。あ、すいません。俺はタイムスをクビになったが、山崎さんは愛想を尽かして自分から東洋新聞を辞めたと言ってた。そんな気骨のある人がエロバカ週刊誌の編集長なんかに落ちてくるわけないじゃないですか。お前本当あの山崎さん嫌いな。だってだらしなくてやる気のない人間としてとうに終わってますよ、あの人。どこ行くつもりでしょうね、おかせ。競馬馬のトレーニングセンター二人知り合いなんでしょうか。何話してんだろう。もう帰っちゃうの。3億円を回収しに来たわけじゃないようだな。水戸のトレーニングセンターでは厩務員の男と少し話しただけで、岡瀬翔平は東京へ戻りました。神楽坂、そしてこの町で私たちは岡瀬を。いやー、うまかったな。先輩の追跡。すいません、ごめんなさい。すいません。そっち。はい。失った。何やってんだバカ野郎。編集長が怒鳴った。もういい。
だ帰ってないようだな。すいません、うん、ぼんやりしてたわけじゃないんです。岡瀬のやつな、初めっから尾行がつくことを用心してたんだよ。尾行されちゃまずいってことは、つまり孫悟空をお宝を隠してるってことだろな。まあそういう解釈も。てか飲んでるんですか。いや、うん、栄養ドリンクな。あれ少しね。あ、君たちも栄養をつけて頑張るか。よし、ほれ、需要と競争だ、ほれ。ありがとうございます。俺もな、うん、へへ。おい、いや、俺が東洋新聞にいた頃にはさ、三日三晩張り続けなんてのザラでよ。ある時なんだ、役人と企業の癒着をすっぱ抜こうってんでさ、その密談の盗聴して録音したんだよ。ところがそれがバレちまって、こらまずいぞ、その録音したこのチップを奪われちゃいけねえ。俺はこれをとっさに隠したんだよ。どこに隠したと思う？そう簡単には分かんねえぞ。いいところに隠したんだよ、このチップ。うん。飲み込んでいいところ、いいところ。でもそのスクープ結局日の目を見なかったんですよね。うん。結局な。うん。うん。結局潰された。目には見えねえ巨大な力ってやつによ。くそ面白くねえ。あの記事が日の目を見てたら今頃俺はさ、なんてね。お、元気つけてんの。飲め飲め飲め。な。あ、それドンとなった花火は綺麗だな。なんなんですかね、ああいう人って。酔っ払うと誰も信じるわけないデタラメな武勇伝を繰り返して。よし。今時まだいるんだ。上からの取材中止命令無視して真相究明しようなんてすっとこどっこいがさ、結局のところ問題児扱いされてクビか。うん、いい、そういうの俺好きだな。あ、飲む飲む。うちに来たのも何かの縁だよ。潜り込めるところが他になかっただけです。いいぞ、うちは読者が求めてるものは面白おかしい嘘っぱちばかりだよ。それをな、適当に書き飛ばしてりゃいいんだから気楽なもんだろ。うん。なあ、そこ行くよ。そのうち必ずチャンスはある。そん時にはお互い分野上がり同士、お前と俺とで一旗あげてみるか。何ですかそれ。え、一度は捨てたジャーナリスト魂もう一回火つけてさ、ドカーンと一発花火ぶち上げるのよ。そこへさん、私先に仮眠通らせてもらいますね。この宗安寺の墓地で
絞殺地帯で発見された岡瀬翔平さんは7年前公金横領の罪で逮捕されていましたが、殺された。ここからの放送は花王、積水ハウスと調教師の西田隆三先生です。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。例の3億円絡みの殺しだ。ないと。でも警察は単純な強盗殺人だって。単純な強盗殺人？財布が盗まれてたってことはそう思わせるための犯人の工作だ。そうでしょうか。岡瀬は昼間に墓参りを済ませてたんだろ。そいつが夜墓地で殺されてたってことは犯人に呼び出された可能性も。3億円絡みだな。そしてそれに気づいたのは俺たち3人だけ。全貌を暴いてスクープすりゃよ。詳しい状況を確認してきます。そこいさんお一人でどうぞ。私はお二人のようにジャーナリスト畑の人間ではありませんし、妄想の上に妄想を重ねられるほどロマンチストでもないので、張り込みには交代要員が必要ですが、その任務は終了したわけですから本来の業務に戻らせていただきます。うん、寂しいけど、そうだな。2週間ご苦労さん。いえ、行きます。頼む。あの3人何やってるんですかね、ここのとここそこそと。何かの取材らしいんだが。では誰かに呼び出されたのではなく、ご自分でもう一度墓参りに。確か夕方6時頃に。とんでもない親不孝をしたのに詫び方が足りなかったかと。日に二度のお参りとは見上げた心がけです。私は出かけたのでその後のことは分からんが、夜10時ごろ帰ってきたら。警察の話では殺されたのは昨夜7時ごろだろうと。来たのが6時ごろなら、岡瀬は殺されるまで1時間もここに。よほど熱心に御母堂の墓を参っていたのかと。はあ、立派な墓だな。7年前御母堂が行かれてすぐに翔平さんがお立てに。7年前、逮捕される2ヶ月前か。岡瀬はこの墓に昼と夜2度も参った。昼の様子についてなら植木屋にお聞きになるといい。朝から夕方近くまでそこで作業。ああ、そういうことか。邪魔だったのか。植木屋にいられたんじゃな。邪魔とは。岡瀬っていうのは怖い男だ。自分の母親の死まで利用するとはな。どういう意味です。あのな、本来お墓っていうのはその人が亡くなって49日あるいは1年後に建てるもんなんだ。そいつ大加瀬は自分の母親が死んだ直後に建ててる。逮捕されるのを見越して急いで建てた。お宝を隠すために地下金庫としてな。3億円はその墓の中にずっと隠してあったんだ。ところが回収しようにも植木屋の目があった。そこで夕方出直し、岡瀬は3億円を手に入れた。1時間も墓地にいたのもそれなら説明が。そっか、やっぱりあったんだ3億円。岡瀬の勝浦行きはあらかじめ計画していたものとは思えない。もし計画していたんだったら家を出てまっすぐそこに向かうはずだろう。
でも岡瀬はその前に水戸や神楽坂に立ち寄ってる。おそらく犯人は岡瀬とどっかで接触しているはずだ。そして3億円を回収しに行くように仕向けた。そいつにお宝を奪われた。その犯人をそこへ、お前と俺とで見つけ出す。水戸か神楽坂、そこに犯人の手がかりが。うん、まず水戸からだ。よし、3億円を手どこまでもだ。出てくるわ。編集長、まさか3億円を横取りする気じゃ。知り合いじゃないんですよ、別に。ならあの時何を話してたんですか。美味しい馬の情報があったら教えてほしいって。瀬吉さん、どっちの班にします。ああ。そんなことのためにわざわざ岡瀬がこんなところまで来るわけが。地方へ移動ですか。あの車、馬運ぶやつ、馬運車ってでしょ。はい。うん、いい馬ばっかりですね。さすが末吉さんのお世話の賜物ですね。うちはもともといい馬が集まるんですよ。先生が立派なんで、馬主さんたちが信頼して預けてくれるから。先生って。調教師の西田隆三先生です。チンピラだった俺をなんとかここまで育ててくれた恩人です。ああ、そっか、ここ西田厩舎。西田調教師って有名ですもんね。このタテノコラリスなんかも西田先生だからこそ立山先生が預けてくださってるんでね。その立山先生というのも調教師なんですか。馬主さんですよ、立山虎平先生、保守党の。ああ、あの代議士の。何です。いや、西田先生、週刊誌がどうして。一昨日見失ったのはここらです。うん、横領した公金で派手に遊び回ってた岡瀬だ。その頃馴染みだった店にでも潜り込んだんだろう。歴史は夜作られる、そんな舞台となる街ですから、口が固くて聞いてもらっても無駄ですしね。そう、無駄かもしれないな。健康チェックお願いします。はい。そうか、そこへ。はい。墓の中に7年間岡瀬が隠してたお宝っていうのは現金じゃないかもしれない。まあ宝石なんかに変えていた可能性も。三億の、いや、使い方によってはそれ以上の価値を持つ全然別のものかもしれん。使い方とは。しかしそうなるとな。
これが山崎編集長が岡瀬の3億円のことを話題にした最後でした。お前本当にこの仕事向いてるんだな。よくまあこれだけ嘘800並べて書けるもんだ。実に面白いや。これ整理部に回しとけ。こんな原稿より例の3億絡みの岡瀬殺しの件は、あ、もういいんだ。手引け。何言ってんですか。岡瀬殺しの犯人見つけるって言ってたじゃないですか。3億円の行方だって。そこへ手を引けって言ってんだろ。あの件はもう忘れろ。でも本当は何も終わってはいませんでした。神楽坂？なんか気になってつけてみたら、まあ見失っちゃったんですけど。まだ追い続けてるんですよ編集長。それもこっそり一人でってことは、狙っている獲物は一つしか。犯人を見つけて3億円を横取りしようと。バカバカしい。本当にスクープ追ってるならどうして倉庫井さんにまで隠すんです。おはよう。おはようございます。編集長、ちょっとお話が。昨日神楽坂に行ってますよね。津村がたまたま見かけたらしいんです。うん、人違いでよくある顔だからな。どうしてごまかすんですか。なあ、そこいいよ。何ですか。馬ってのはさ、一本でも足を骨折したら安楽死させてやるしかねえんだよな。人間ってのはどうなんかね。人間ってのはさ、どこへ落ちてもやり直しが効くと思いたいわな。一度つまずいたら人間もそれで終わりなんですよ。末吉、明日頼んだぞ。任せてください。西田先生のためなら何だって俺はやりますよ。今日編集長に原稿チェックもらわないと間に合わないんだよ。いつも肝心な時にいないっすよね。マジで何かあったのか。何ってんだよ。編集長まだ来ないんですよ。出ないな、相変わらず。ああ、そうですか、失礼いたします。どうします。奥さん、朝9時過ぎには家を出た後。でも昼だぞ。参ったな。お飾りの編集長だってチェックしてもらわないと進められないのに。仕事放り出して3億円を追ってるとか。ああ、先ほどは。はい。そうですか。奥さんからです。さっき言い忘れたと。何を。今朝出かけるときに編集長がこう言ったらしいんです。2日ほど出張に出るかもしれないって。出張。そんな予定聞いてないぞ。あ、連絡すらつかないってことは計画的な失踪なんじゃ。失踪ってお前、そんなわけないだろお前。警察、何を。警察に届けましょうよ。おい、ちょっと待て。当人が2日間の出張と言ったんならとりあえずそれを信じてみよう。そうって、岡瀬を殺した犯人をもう見つけ出して3億円を横取りし逃げたとか。
ょっと出てきます。え、取材の予定入ってないだろお前。この時底井さんはまだ編集長を信じたかったんだと思います。でも編集長は本当に出張だと。はい。他に何か言ってませんでしたか。別に。底井さん、山崎は一体。結局次の日も一切連絡が取れず、2日後の朝警察に捜索願いを出すこととなりました。突然失踪したとなると、津村の言うような薄汚い真似をしたとでも考えるしか。そこい、うん、山崎さんって人のことを何人かに聞いてみた。どんな人間だったんだ。うちにいた頃は不正を許さない筋金入りのジャーナリストだったらしい。ならクビにされたわけでも。自分から辞めたらしい。7年前だか代議士の立山虎平を追ってて、それ絡みで。富山、あいつの何を追っていたかまでは分からない。当時を知ってる連中もその件は口にしたくないようで。ただどうやら圧がかかってその取材は打ち切りにされたらしい。その敗北感で辞めたのか。その取材絡みで他にも何かあったらしいんだが。立山と因縁があったのか。それと失踪が関係あるのか。鈴木ちゃん。はい。カラーページの還付だけ早く頼むよ。やってますから。急いでますから。やってないじゃん。どれだっけ。上がってますから。編集長の行方つかめました。行方を探しに行ってたんじゃないんですか。そうです。ああ、こちらには相変わらずご主人から連絡は。どうした。奥さんからです。編集長は岩手県の水沢で発見されたそうです。殺されてトランクス目で。覚えています。捜査主任の薄田です。とにかく発見現場に。村越。トランクはそちらに。昨日の朝、最寄りの交番の巡査が発見しました。鍵がかかってたのでこじ開けたところ、中に山崎さんの死体が。頭部を鈍器で殴打された上での絞殺です。遺体の状態から殺された直後にそのトランクに。殺されてすぐ詰められた。それっていつなのかは。司法解剖の結果では殺害されたのは3日前、15日の夕方から夜半の間。15日なら失踪したその日のうちに。15日の夕方5時から6時の間の犯行だと見てます。どうしてそう絞れるんです。マスコミにもまだ伏せてますが、そのトランクには
これが貼られていたんです。宅配便の送り状です。確認したところ死体が詰まった重量65キロのそのトランクは、お荷物発送ですね。15日の午後6時に東京上野の営業所から発送され、翌16日開店直後の午前7時ごろ水沢の営業所で受け取られているんです。つまり山崎さんは殺されてすぐトランク詰めにされただけでなく、東京からこの水沢まで送られてきた。上野から発送されたのが15日の午後6時ですから、殺害されたのはそれ以前ということに。15日の午後6時以前、遺体には身元を特定する所持品が一切残ってませんでしたが、上野から発送されたと分かって警視庁に照会したところ、捜索願いの出されていた山崎次郎さんだと。でもどうして犯人はその山崎さんの遺体をわざわざここまで送る必要が。分かりません。あ、この送り状の吉田三郎というのも架空の人物なんでしょうね。実在しません。指紋もすっかり拭き取られていて、トランクには一切残ってません。その宅配便業者には防犯カメラが設置されていないので、記憶に頼って似顔絵を作ってみたんですが、こっちが水沢でトランクを受け取った男ですが、マスクしていてよくわからんですな。で、こっちが上野で発送した男です。これって、おっしゃりたいことはわかります。どこか似てますからね。あ、でもありえません。自分の死体が詰まったトランクを自分が発送するなんて、階段が落語だ。そうなんですけど、でもよくこんなところにあるトランクを発見できましたね。不審なトランクがあると匿名での通報があったんです。でもそもそもここは人が寄りつくようなところではないわけで。なら匿名の通報者は犯人自身、犯人は死体を発見させなかったということじゃ。そうなるんですが、だとすると死体をわざわざ送ったり発見させたり、犯人は何を考えてるのか、わけのわからん事件です。それにあの似顔絵。来てくださったんですね。いらっしゃってたんですか。遺体確認のため昨夜のうちに。山崎、これから火葬します。立ち会わせていただきます。山崎、何があったんでしょうね。何をしようとしてたんだろう。ここ半月ほどとてもいい顔してた。昔みたいな、取材に走り回ってた頃みたいな。いい顔といっても機嫌がいいんじゃないんです。怒ってるんです。許せないことがあるといつも怒ってた人だったのに、いつの間にかただ穏やかな人になっちゃった。それが本当に何年ぶりかで生き返ったみたいに生き返ったら死んじゃうなんて笑っちゃいますよねそのうち必ずチャンスはある。何ですかそれ。うん、一度は捨てたジャーナリスト魂にもう一回火つけて
ドカーンと一発花火を上げるのよ。山崎さん、あんたあれ本気だったんだな。その犯人をそこへ、お前と俺とで見つけ出す。あんたやっぱりやろうとしてたんだな。ならどうして一人で。今頃山崎向こうで広松さんと飲んでるかもしれない。あの人、部下だった人を一人死なせてて、事故死っていうことには一応なってますけど。一応って、それで新聞社を辞めたんですか。命のやり取りなんかするよりバカバカしい雑誌を作る方がずっとまともだとか言って。でも嘘、カッコつけだったから。山崎様、まもなく収骨となります。あ、もらってください。いやでもこれ遺品じゃ。同じものがもう一つありますから。いや俺にはもらう資格なんか。そこいさんのことは何度も、山崎から、あいつはバカだって、自分に似てるって。もらってやってください。刑事さん、捜査状況くらい教えてくれたっていいじゃないですか。しつこいぞあんた。こっちは上司殺されてんだ。頼みますよ、何でもいいから教えてください。問題のトランクは宅配便の営業所までタクシーで運ばれてる。この上野からほど近い廃屋の前からだ。廃屋で殺されてトランク詰めにされた。だからその周辺で目撃者探しを進めてる。今に必ず何か拾える。我々に任せろな。野島さん。おう、ご苦労さん。警察にはまだ何もつかめてないそうです。そうか。とにかく問題なのはその日の夕方殺害されることになる15日の編集長の足取りです。朝自宅を出てからの。まあそれが分かれば犯人も見えてくるんだろうが。ですから当日編集長を見かけたものがあれば教えてくれるよう情報提供を求める告知を新聞に出しましょう。懸賞金付きで。え、懸賞金。そこまでお前。デスクがお嫌でしたら俺が上に直訴します。おい待てよ、そこい掛け合いはいいんだろ。面倒事は嫌だってのに。懸賞金だってよ。どうしてそんなにムキになるんです。どうだろうな。編集長は岡瀬殺しの犯人から3億円を横取りしたことで逆に殺されたわけで、言っちゃあれですけど自業自得じゃん。いった、ちょっと来い。え、何なんです。山崎さんが追ってたのはやっぱり金じゃなかったんだ。スクープだ。スクープ。はい、住民がさ、メンバー上げさせて。思い過ごしですよ。だったらどうしてそこいさんにまで隠して一人でこそこそ。新聞記者の頃あの人は部下を一人死なせてる。その鉄を踏むまいとだ。途中であの人は気づいたんだ、この一件はやばいと。だから俺を外して一人で追い続けた。私編集長にひどいこと。お前はお前の妄想を口にしただけだ。そこいさん、
3億円絡みの岡瀬殺しの真相にあの人はすでにたどり着いてた。おそらくあとは絶対の確証を握るだけだった。そのためには2日という時間が必要だったんだろう。出張って言ってたのは多分、何をしようとしたのかわからんが、それをすれば消されるかもしれないということもあの人は予感してた。だから俺に遺言を残した。人間ってのはさ、どこへ落ちてもやり直しが効くと思いたいわな。あれは自分自身への、そして俺への励ましだった。岡瀬を殺し、その真相に気づいたあの人を殺した犯人を俺は見つけ出す。そしてあの人の意思を継いで俺は書く。これは山崎さんと俺の事件なんだ。掛け合ったよ上に。週明け一発目、月曜の朝刊に告知を打つ。ありがとうございます。デスク、これからしばらく私たち仕事を外れます。とは？編集長が殺されたんです。犯人を探すのは部下として当然じゃないですか。犯人を探す？はい。そうだ、この会議室俺たち専用にさせてもらおう。二人だけの捜査本部、いいですね。あ、これ場所を取った印な。それ編集長の。人間はやり直しが効く、俺はそう信じる。なんだ？確認お願いします。ねえねえねえ、長谷川さんは？トイレじゃないですか。競馬担当に何か？西田隆三のことを知りたい。岡瀬がその厩舎を訪ねたわけですからね。それだけじゃない。立山虎平も馬主としてあそこに関わってる。どうしていきなりあの金券体質で悪名高い代議士に流れてくるんです？山崎さんは昔奴を追ってたらしい。岡瀬も立山も同じ厩舎に関係があったとすれば、山崎さんは当然何か引っかかったはずだ。それのことだったんだ。あれ、あ、遺品を整理してたら引き出しの中にこれが。岡瀬と西田と立山のことですよね。岡瀬と西田、西田と立山。西田を間に置けば岡瀬と立山がつながる。編集長はこの3人のつながりを調べてたんですよ。それが岡瀬殺しとどう結びつくのかだな。えい、なんか用か？あー、長谷川さん。お、西田隆三ってどんな人物です？おお、一流の調教師だよ。今で言えば盾のポラリスかな。人徳もある。ま、これがいるのが愛嬌でね。玉屋っていうよ、売れっ子の芸者でさ、神楽坂の。神楽坂？おう。編集長が神楽坂に行ったのはその人から何かを探り出すためだったんじゃ。その玉屋さんにはどうやったら会えます？やなにな風にもまれて、ふわりふわりふわりと。おおさん、お見事、さすが玉屋。そう、失礼いたします、玉屋さんです。玉屋さんは弊社の山崎編集長に会われてますよね。一度だけ。その時と同じことをお聞きすることになると思いますが、殺される前の日、岡瀬翔平はこちらの料亭に上がり、あなたを呼んだそうで。はい。それは西田隆三さんと会えるようあなたに頼むためだったのでは？岡瀬さんは古くからのおなじみさんで、私を呼んだのはただ昔話がしたかっただけかと。いや、そんなことあんたに。津村、では別のことをお聞きします。岡瀬と西田隆三さんは昔からの知り合いですよね？
まあ調べれば分かることなんですが。7年前岡瀬さんに求められて私が西田さんとお引き合わせいたしました。岡瀬は西田さんを仲介役としてその向こうにいる人物、立山虎平代議士とパイプを作りたかったのでは。さあ、私にはさっぱりわからないお話で。それでいいんだ玉屋。大丈夫、お前は何も心配することはない。全てうまくいったんだから。岡瀬は立山とパイプを作りたかった。でも何のために。それを間に入った当人から探り出してやる。西田先生なら末吉さんと一緒に盛岡行ってます。盛岡、明日開催する盛岡競馬に盾のポラリスを出走させるんで。立山の持ち馬だ。あ、編集長が殺された頃の西田のアリバイ一応確かめておいた方がいいです。15日の夕方のことなんて覚えてます？ああ、ポラリスを盛岡に送り出したのがその日だから。よし、長旅だよ。夕方5時頃なら6時頃は西田さんは盛岡へ向かってる途中ですね。いや、バウン社に同乗してたのは末吉さんだけで、西田先生が盛岡に来たのは次の日だから。じゃあ15日は西田さんもずっとここに。いや、夕方まで東京で会合があってその都内に泊まったんです。翌朝飛行機で函館に飛ぶんで。函館？え、盛岡にじゃなく？函館で馬主さんの立山先生と打ち合わせしてから盛岡に。立山虎平が函館に行ってたから。15日に西田さんが泊まったってのは、神楽坂の女性のところ。あの玉屋のとこか。15日は西田さんは私のところにお泊まりに。会合終わりで待ち合わせをしてマンションに着いたのは6時頃だったかと。お調べくだされば分かることで。15日の6時頃ですよね。間違いありませんよ。これ会合でもらったんですけどね、私も玉屋も食べないんで。どうぞ。どうぞ、いただきます。ご旅行で明日朝一で函館、それから盛岡ですって。相変わらずお忙しいですね。それじゃ。6時か。翌朝玉屋さんに見送られていくのも見かけましたよ。どうも。そうですか、わかりました。会合すぐ近くの飯田橋で4時から2時間ほどだったようです。終わってまっすぐここに来て一泊して立山に会うために函館にか。立山の方も気になりますよね。15日のアリバイ、それにどうして函館なんかに行ってたのかも。函館ですか。ああ、それは党の函館支部の大会で講演するためですよ。今日までそれに参加して明日は盛岡へ回る予定です。立のポラリスの観戦に。立山先生は党の実力者ですから、さすがお忙しいですね。15日なんかもやはりいろいろと。15日が何か。お見かけしたものですから、夕方6時頃に上野で。それは人違いですね。その日は昼から陳情談が重なりましてね、時間に間に合わないんじゃないかってヒヤヒヤしたんですから。では立山先生、何卒よろしくお願いいたします。ああ、善処しますよ。はい、お願いします。お気をつけて。
6時過ぎてる。まずいな。あの、本当よろしいんですか、お一人で。秘書やらをぞろぞろ連れていくなんて田舎大名だよ、君。では、お気をつけて行ってらっしゃいませ。上野19時3分発、まもなく発車です。先生は鉄道オタクですから、函館には列車で行ったんですよ。7時3分上野発、寝台特急北斗星。上野。やっぱり上野にいたんですか。いや、だから6時頃まだここいたんですって。7時3分に立山は上野から列車に乗った。そのわずか1時間前の6時に同じ上野から例のトランクが発送されてる。このニアミス、偶然なのか。引っかかりますよね、絶対。なんかこう、でも問題の15日の夕方のアリバイは完璧ですね、二人とも。三人だ。え、西田隆三と立山虎平と厩務員の末吉。愛想のいい顔して、あの男も何か隠してる。山崎さんもそれに気づいてるようだった。それで3人。あ、でも3人ともアリバイが。ま、とにかく会ってみるさ。明日まとめて3人に。え、え、盛岡競馬場？盾のポラリスが走る。馬主も調教師も厩務員も揃ってる。さらに後方4番ゴールダンハヤ、3番ドルシンターを、1番ゴートハリケーン、外から6番ラストタンゴ、1番センターで10番ウトラダイナソーが最高峰です。先端3頭の争いが続いています。さあ、第4コーナーを回って直線コースに入ってまいりました。先頭5番タテノポラリス、そこへ8番ダークメが迫ってきた。 400m 通過、タテノポラリス逃げ切れるか。ポラリス2番の逃げ足が伸びない、伸びない。どうしてタテノポラリス 200m 通過。8番ダークメがタテノポラリスを壊し先頭に戻っていった。外から3番ドリームダーも突っ込んできた。8番ダークメがゴール。タテノポラリスをかわして2着3番ドリームターボ、3着5番タテノポラリス。場内騒然としています。無理もありません。タテノポラリスまさかの3着。だな、誰やった。ポラリス病気だったんだな。病気だったんですね。先生、不甲斐ない結果申し訳ありません。まさかこんな予想外の結果になろうと。頭に血が上ってる。申し開きがあるなら西田、日を改めろ。立山先生、待ってください。礼をし。どれだ。はい、立山先生、立山先生、岡瀬翔平をご存知ですよね。なんだ君は。ああ、失礼いたしました。こういうもので。取材か、すまんな。レース結果に少し興奮していて。岡瀬翔平をご存知ですよね。当然だ。国民の血液を食い物にした国家役人だろう。国政に携わる者であいつの名を知らん者はいないよ君。いや、個人的にという意味で。ならば知るわけがないだろう。聞けば強盗に殺されたらしいが、私に言わせれば死んで当然、天罰だよ。いやいや、いかんだ。興奮していて世間の非思考を変えそうなことをどんどん口走りそうだ。今のはオフレコだぞ。取材は事務所を通してくれ。いきなり岡瀬の名前をぶつけたらギョッとしてやがった。それに、そこいさんの名刺にも。いや、週刊ドドンゴという肩書きにだろう。え、あの立山、もしかして編集長にも。合ってるな。西田さん、タテノポラリスは病気だったって話があるんですけど。実際のとこどうだったんですかね。まあ勘弁してくださいよ、もうこれ以上ね。あの、帰り自宅もあるんだよ。西田さん、よし。末吉さん、
図屋は。ああ、誰？ああ、すいません、そこいと言います。津村です。ああ、あなたたちが。西田です。お二人のことは玉屋から。亡くなられた上司の方の足跡を追ってらっしゃるそうで。その山崎さんを殺した犯人を見つけ出すために。なるほど。西田さんは岡瀬翔平をご存知ですよね。彼は競馬が好きでしたからね。裏話を聞かせてくれと、まあ何度か。その岡瀬は殺される前の日、西田さんの厩舎に行っています。西田さんにお会いしたくてではないでしょうか。そのようですよ。私は留守でいなかったんだが、後でこの末吉からそう聞きました。馬の情報を聞きに来たわけではない。やっぱり嘘。まあ世間を騒がせる真似して逮捕された人間です。そんなものと私が知り合いだと知られてはまずいとかばってくれたんだろう。まあ許してやってください。岡瀬翔平と立山虎平代議士の仲介役をあなたは果たしましたよね。その二人の間には面識はないと思うよ。そうですか。これを。なんだね、これは。山崎さんが残したメモです。真ん中の N、 これは西田さんでは。このことを確かめに山崎さんはあなたのところに行きませんでしたか。私は山崎さんという人とは一面識もないな。鍵を握るあなたに編集長が会おうとしないはずがないんです。山崎さんというのはよほど立派な人だったんだろうね。憎い犯人を君らが懸命に見つけてあげようとしている。バカにしてました。あの人の価値が分かったのは失ってからでした。見つけ出せるといいね、犯人。申し訳ないが、タテノポラリスの具合がどうにもおかしいんだよね。これから水戸まで連れて帰らなければならないんだ。立山代議士とは長いんですか。恩人です。独立して厩舎を持って以来大変お世話になっている。先生がいらっしゃらなければ今の私はない。なんかうまくはぐらかされたって感じですね。そのうち俺たちが現れるのを見越して準備してたんだ。どこまでは認め、どこからは隠すか。でも立山のことを口にした時だけは本気でしたね。あ、絶対の恩人なんだろう。そしてあの西田のことをやはり恩人だと言っていた末吉だが。はい、行くよ。何です？ポラリスがおかしいってのは本当だべ。一番心を許してるはずの西田さんが近づくとえらく興奮して暴れんだもの。調教師の西田さんに暴れるんですか？いや、病気の影響で精神的に不安定になってたんだべ。その病気のことなんですが。いや、詳しくは知らねえけど、運んでくる途中水沢あたりで発病して獣医を呼ぶとか大変だったみてえだな、末吉さん。水沢？それトランクが発見されたとこですよね。あ、輸送途中でということですが、発病したのは16日の朝方で。ああ、だ人足遅かった。どうしたんです？例のトランクが宅配便の水沢営業所で受け取られたのも16日の朝だ。同じ日の朝、水沢で2つのことが起こった。トランクの受け取りと盾のポラリスの発表。ところがさっき末吉が言ってたろ。まさかこんな予想外の結果になろうとは。ポラリスが本当に病気だったんなら、たとえ3着という結果に終わろうと、予想外とは。ってことは、もっとちゃんと見てくれよ。ここまでの放送は、花王、西田さんと末吉さん、積水ハウスと、
ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。全ての説明がつくんですかね。編集長、岩手県三沢で発見されたそうです。殺されてトラックスペで。16日の朝、先生はタテノポラリスを往診されてますよね。だ朝4時半頃が末吉とかいう男に叩き起こされて行ってみたったじゃ。どこも悪いとこはねえようだけどな。そんなことないだろ、もっとちゃんと見てくれよ。気休めに注射でも打てってか。なあ先生、3時間ほど様子見てもう一回往診に来てくれ、頼むよ。あんましつこいからあれ7時半過ぎがもう一回見に行ったのだ。なんだけどやっぱどこも病気ではなかったんですね。前らく興奮気味ではあったけどな。でも仮病だとしたら何のために。二度の往診。末吉とは顔なじみだけんと、あん時はたまげた。夜中に叩き起こされて、森岡さん運ぶ途中のポラリスが発病したって言うから、まんずバウン車からポラリスを下ろしてここの厩舎さ入れて、あいつ獣医さん読みに飛んでったんだっけ。二度目の推しが来るまで林さんもずっとここに。俺いや叩き起こして悪かった。また先生が来たら声かけるから休んでくれ。運転手も仮眠してるし。じゃあもう一寝入りすっか。つまりここには末吉さんと盾のポラリスだけだった。つきっきりにもなるべさ。末吉は大切なポラリスだ。おい林。おい。あ、すいません。つまり二度目の往診が来る7時半までの3時間、末吉が本当にこの厩舎にいたかは誰にもわからないんだ。16日の朝、トランクを受け取りに来た男性はこんな人じゃなかったですか。マスクもしてたぜ。あの体型とか雰囲気というか。まあそういえばこんな感じだったかな。ありがとうございます。吉田三郎と名乗ってここでトランクを受け取ったのは末吉。そう考えれば説明がつく。この水沢営業所が開くのは朝7時、日比を使って水沢競馬場で空白の3時間を作ったのは開店を待ってトランクを受け取り、あの発見現場へ運ぶためだった。まあ推測なんですけどね。バウン車の運転手に確かめればもっとはっきりする。水沢で高速を降りたのは何の不自然もないと思うけどな。仙台を越えたあたりからポラリスの具合が妙だったんだから水沢で降りますよ。馬を見てくれる獣医なんて競馬場のある町にしかいないんだから。でもポラリスの具合が妙だったというのは末吉さんがそう言ってるだけですよね。病気を疑ってるんだ。本当だよ。どうしてそう言い切れるんです。だってポラリスはもともとはその2日前に水戸を出る予定になってたんだよね。2日前。うん、それが出発間際になって西田さんと末吉さんが出発を15日に延期させたんだよ。いきなり予定を変更させた。西田さんと末吉さんが。うん、ポラリスの体調が悪いんで少し様子を見るからって。それって病気だったってことでしょうが。どうして予定を突然変更させたり。どうせざるを得ない何かがその日起きたんだよ。あ、それってお前が山崎さんを神楽坂で見失った日だよな。あったのかもしれない。その後山崎さんはあの宮永って料亭で立山や西田と。そう考えれば全てに説明はつくんですがね。立山さん、3億円絡みの岡瀬殺しに関し山崎さんは立山や西田を追及した。その結果ポラリスの輸送を変更する必要が西田側に何か生じたんだ。出発を15日に変えなきゃいけない。
何か事情が。もしもし、どうした？あ、分かった、すぐ行く。あ、俺東洋新聞行くわ。え、ちょっと金のばらまき？それを追ってたらしい。ここからの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。犯人側の作品に来てる。そこにどんなからくりが。何が完璧なアリバイだよ。6時以前なんて何の意味もなかったんだ。編集長。何か分かったんですか？ああ、そもそもだな。ああ、これ。こいつが違ってたんだよ。違うとは？山崎さんは言ってた。墓の中に7年間、岡瀬が隠していたお宝ってのは、現金じゃないかもしれない。お金ではないお宝って？岡瀬は立山とパイプを作りたかった。何のためにだ？岡瀬は、公金横領が発覚して逮捕されるだろうことを予想していた。刑を終え出所したとき、何をするにしても政治家の後ろ盾があれば便宜を図ってもらえる、そういう計算で。ところがその頃立山は落選中だったんだ。え、代議士に返り咲いたのは7年前の7月の選挙でだ。7年前の7月って岡瀬が逮捕されたのも？岡瀬の逮捕はその選挙の1週間後。落選中だからこそ岡瀬には狙い時だった。まず西田と懇意になった上で、頃合いを見て岡瀬は西田に切り出した。そういえば西田厩舎の馬主さんの一人、あの立山虎平先生なんですよね。ああいう本当にこの国のために役立ってくださる方に政界に復帰してもらわないと困ります。次の選挙、私に協力させていただけませんか？西田にとって立山は絶対の恩人だ。政界復帰に力を貸したいという岡瀬を西田は喜んで立山に紹介したはずだ。選挙協力ってつまり選挙資金の援助？ご自由にご活用ください。使途不明とされてきた3億円のそれが行方だ。岡瀬から立山に手に渡っていたその3億円をばらまくことで立山は代議士に返り咲いた。山崎さんがかつて暴こうとしていたのはそのばらまきの構図と金の出所だったそうだ。何としても尻尾をつかもうと動いていた山崎さんの部下が命を落とした。不可解な事故死という形で。だがそんな犠牲者を出した甲斐もなく、どんな力が働いたのか上は真相究明を打ち切らせた。で山崎さんは新聞社に愛想を尽かし辞めたと。7年前に暴けなかった真相に編集長はたどり着けたんですね。でもその時3億円を使っちゃったんなら、岡瀬がお墓の中に隠していた男らって何なんです？それも山崎さんは見抜いてた。3億の、いや、使い方によってはそれ以上の価値を持つ全然別のものかもしれん。3億は貸し与えるという形だったんだ。だから当然その金と引き換えに立山から岡瀬の手1枚の紙切れが渡された。金3億円なりの借用書、それが岡瀬のお宝だ。立山はそれが横領した公金だとは知らずに借りた。ところが選挙に勝った1週間後岡瀬が逮捕された。立山はぎょっとした。毒まんじゅうを食っちまったんだからな。一方岡瀬は借用書があるんだからいつでも立山から3億円を回収できる。毒まんじゅうを食ったという証拠品だ。3億はおろかどんなものだって岡瀬は立山から引き出せる。あ、立山にとってはその借用書と岡瀬の存在自体がこの世にあっては困るもの。だから岡瀬は消され、借用書も奪い返された。立山自身にか
恩義を感じている西田か、その西田を恩人と思っている末吉に。だが問題は山崎さん殺しだ。ですよね。編集長が殺されトランク詰めにされて上野から発送された15日の夕方、この3人とも完璧なアリバイが。全集しますよ、お願いします。立山は昼からずっと自分の事務所にいた。それじゃ。西田は会合に出席し、まっすぐ玉屋のマンションへ。行ってらっしゃい。末吉は5時には水戸から盛岡へと向けて出発してる。崩しようがありませんね。3人とも第三者のアリバイ証人がいるんですから。あ、共犯者を雇ったとか。人を雇えばそいつに弱みを握られることになる。やるなら自分たちでだ。完璧なアリバイ、突破口はどこに。ここ最近そこいと津村がいないですけど、何やってんですかあいつら、この忙しい時に。犯人探しだと。犯人。はい、週刊ドドン。お金もらえるのよね。はい。お金本当にもらえるんでしょ。どちらにおかけです。はい、例の情報提供。あ、はい、情報提供です。もしもし。変わりました。新聞に出てた男の人、その日うちに来てたのよ。そちらは上野。ええ、はい。じゃあ違いますね。あ、空振りか。期待したんですけどね、上野のお店だって言うから。でも来たのは6時過ぎだって言うんです。編集長なわけないですよ。あー、似てると思うんだけどな。6時過ぎに来たんですよね。そうよ。時間がないとか言ってカレーにどこどこ醤油かけてかっこんでった。あの、すいません。はい。あ、もしもし。先日お世話になったそこいです。あの、ちょっと確認したいんですが、山崎さんが殺害されたのって15日の夕方から夜半の間ですよね。司法解剖の結果上は。でも6時には死体はトランクに詰められて発送されてたわけですからね。でしたよね。あ、ところで、あの、胃の中の残留物から殺されたのは最後に食事をとってからどれくらいかは。ちょっと待ってください。あ、食後4時間前後ですね。4時間。その最後に食ったものとは何だったんでしょう。カレーライスです。カレー。あ、いえ、ちょっと気になっただけで。はい、失礼します。はい。6時にこの上野からあのトランクを発送した人物、山崎さんに似てるのずっと引っかかってたんだよ。階段でも落語でもなく、やっぱり山崎さんだったんだ。ということは、山崎さんは6時にはまだ生きてた。生きててここでカレーを食った。殺されたのはその4時間後。本当は夜10時前後だったんだ。なら、何が完璧なアリバイだよ。6時以前なんて何の意味もなかったんだ。問題は夜10時前後のアリバイだ。懸賞金、懸賞金今度ちゃんと払いますから。あ、はい、ありがとうございました。殺されたのは夜10時。その時山崎さんはどこにいたんだ。そうか、列車に乗ってた。例えば7時3分上野発の北斗星に。それですよ。時間がないって急いでカレーを食べてたのもそれで。説明が、はあ、立山と一緒に。そうなら、立山になら車内で殺せます。北斗星の10時前後というと、あ、あった。
夜9時52分郡山着ですから、その郡山あたりを走っていたわけです。きっと北斗星の中で編集長が立山に迫った。人不明とされてた3億はあなたの選挙資金になったんでしょ、立山さん。その結果郡山あたりで口封じのため立山に。殺害することは立山にも可能だった。でも殺害後立山はその死体をどうやってあのトランクに詰めたんだ。あのトランクが発送されたのは山崎さんが殺される4時間も前だ。ですよね。それに発送したのは山崎さんなんだから、当然中身は自分の死体なんかじゃなかった。お荷物発送ですね。自分の体重と同じ65キロ分のガラクタでも詰まってたんだろう。それが水沢に着いた時には中身はガラクタから山崎さんの下に変わってた。一旦発送された荷物の中身を土地で詰め替えるなんて誰にもできるわけが。でも犯人はそれをしたわけですよね。何かからくりがあるはずだ。犯人側の工作。15日の夜、山崎さんと立山を乗せた北斗星が北へと向け走っていた。そしてあのトランクを積んだ輸送トラックも北へと向け走っていた。あ、それともう一つ、縦のポラリスを積んだバウンシャムです。そうか、ポラリスの輸送も予定を変更してまで同じこの夜にしてるんだ。その夜3つのものが北へと向け走っていた。それもたまたまなんかじゃなく犯人側の作為によってだ。そうする必然が犯人側にあった。三つのものを同時に同じ方角へと走らせる必然。そこにどんなからくりが。うまい。最近横田先生来てる。成績だったのも無理ないよな。お前の気持ちを気遣ってやれなくてごめんな。ポラリス、待てよ。こいつ、このバウン車もその頃郡山あたりを走っていた可能性もあるんだよな。10時頃って言ったら、ちょうど休憩してた頃だ。9時半頃から1時間ぐらい、三春西のサービスエリアで。三春西っていうと、よいしょ。ここ。え、ここって？郡山のすぐ近くですね。バウン車はここで9時半から10時半まで休憩してた。そして北斗星は9時52分この郡山に到着した。その瞬間北斗星とバウン車が同じエリアに。そうさせるためにポラリスの輸送予定を変更させたんだ。北斗星とバウン車をこの一点に集中させるために。必然が見つけ出せましたね。そこへさ、肝心なのはこの先だ。山崎さんと立山を乗せた北斗星、末吉の乗ったバウン車、2つの駒をここへ揃え何をさせた。ねえ、何の話。ああ、そうだ。その休憩中、末吉さんもずっと一緒に。そうだよ。でも、トイレには立ちましたよね、それぞれ。そりゃあ何が聞きたいわけ。いや、といってもせいぜい 2,3 分か。ここまでの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。上げさせろ、一度ぐらい俺たちに花火。北斗星とバウン車、駒を揃えて、そこで犯人はどんな工作をした。トランクにどうやって編集長の死体を詰めたのかと関係あるんでしょうけど。トランクへの死体詰め、それも殺害してすぐにだ。遺体の状態から殺された直後にそのトランクに。でも立山は翌朝予定通り函館に到着しているから北斗星は降りてはいない。末吉には運転手のアリバイ証人がいる。
西田はまあ神楽坂に泊まっていたとは言っても愛人の証言だから当てにはならないけど、死体は詰め替えられない点では一緒だろうし。あとはあれも分かんない。自分の死体が詰められることになるトランクをどうして山崎さんは発送したり。知恵貸してくれよ山崎さん。これ俺たちの事件だろ。そこいさんもらってください。いやでもこれ遺品じゃ。同じものがもう一つありますから。残してくれてたんだな、そのヒントまで。あんたって分かったんですか、からくりが。答えは初めからここに俺たちの目の前にあったんだよ。こんな単純なことに気づかなかったなんて。いいんですか、そこいとつむら、いつまでもサボらせといて。上からも疲れてて。郡山駅に着くのは9時52分ですよ。そんなことは時間的に不可能なんじゃ。これだ。いや、郡山駅から三春西サービスエリアは2キロ。走れば10分だ。そして東京に戻るための山びっこの最終便は郡山10時24分発。やってできないことはない。そうですね。それにそう考えれば、病気でもないのに縦のポラリスが3着なんて結果に終わってしまった説明も。そっか、見てしまったんですね、その光景を。それでこの馬こそ山崎さん殺しの唯一の目撃証人だったんだ。いやでも、証言してもらおうにも馬には人間の言葉は。まあ、やっと全貌が見えたか。どう証明する。消されるかもしれないと予感していた山崎さんだ。残したはずだよな、自分の命と引き換えに何か証拠。それがどんなものでも当然的。犯人に見つけられて処分されるだろうことは編集長は分かっていたはずで。隠した。そう思うんだが、敵に悟られない隠し場所なんて。武勇伝、どこに隠したと思う。そう簡単には分かんねえぞ。いいところに隠したんだよ、このチップ。あれが本当でも今回は無理だと思います。まあ確かにあんなもんが胃の中にあったら司法解剖でとっくに見つかってるよな。やっぱり縦のポラリスに証言してもらうしかありませんね。ポラリス。そこいさん、上げさせろ。一度ぐらい俺たちに花火。待ってくれ、待ってくれ、西田さん。15日の夜7時3分、上野発北斗星には立山代議士に同行して山崎さんも乗っていた。そしてもう一人、岡瀬翔平を葬ったその手で山崎さんも葬るために、あなたも。刑務所を出た岡瀬がここに顔を見せた時、全ては始まった。あなたや立山にとって岡瀬はいわば疫病神だ。会いたくないあなたは末吉さんに許すでも使わせた。そこで岡瀬は神楽坂へと回り、宮永に上がって玉屋さんを呼び、あなたを呼ぶよう求めた。
旦那であるあなたにとっても、あなたが恩人としている立山にとっても、岡瀬が疫病神なのは玉屋さんももちろん承知していた。でも岡瀬が立山の弱みを握っている以上、逆らえずに玉屋さんはあなたを呼んだ。お待ちしてましたよ、西田さん。ちょっと下がってろ。例の3億円返していただく時が来ました。立山先生に会わせてほしい。し、直接先生を訪ねたもんなら俺には尾行がついてる恐れがある。ご迷惑をかけるかと控えてあげてるんだ。あなたは思った。たとえ3億円を返してもこの男はずるずると立山を脅し利用し続けるだろう。消すしかないと。そこであなたは岡瀬に一つの出任せを言った。分かった、明日にでも会ってくださるよう先生にお願いする。早速明日か。翌日会うとなればどこかに隠してある借用書を岡瀬は急いで取りに行くはずだ。狙い通り岡瀬は動き、それをつけていたあなたは、して借用書を奪い返し、単なる所持金目当ての強盗の仕業に見せかけようとした。これで疫病神は消えた。立山を守れたとあなたは思った。ところがやがて玉屋さんからとんでもない話を聞いた。うちの山崎編集長が必死に調べ回って岡瀬とあなたと立山3人の関係に気づいたらしいと。あなたたちにとって山崎さんは新たな疫病神だった。とにかくどこまで嗅ぎつけているのか知るため立山も交えて3人で会った。3億の借金と殺し、何のことかさっぱりわからんね。どうせうちは三流週刊誌ですから裏付けなんかなくたって平気で書き立てるんですよ。立山さん、名誉毀損でも何でも訴えてください。法廷で争いましょう。待ちなさい。時間を引き延ばすため立山はもう一度話し合おうと15日の北斗星に同乗するよう山崎さんに求めた。了解して山崎さんが帰った後であなたと立山は相談した。口封じのため消えてもらうしかないと。一番簡単なのはこっそり殺して死体を山の中にでも埋めることです。でも相手が相手だ、それはできない。三流どころでも編集長は週刊誌の編集長だから、失踪したとなれば警察も事件絡みじゃないかと懸命に捜査するはずですから。ならば絶対のアリバイを作った上で殺し、さっさと死体を発見させた方が得策だろうとあなたたちは考えた。そこであなたが必死になってひねり出したのがトランク詰めにした死体の発送というからくりだった。急いであなたは予定していたタテノポラリスの輸送を自分たちが北斗星に乗る15日へと変更させた。輸送延期させたのはポラリスの体調が優れなかったからだよ。当日15日、あなたは全く同じトランクを2つ用意した。すまんな末吉、巻き込んで。西田先生は俺の恩人じゃないですか。
つは空のままバウン車に積み、もう一つには山崎さんの体重と同じ65キロ分の中身を詰め、宅配便の送り状を貼り、上の近くの廃屋に隠した。一方山崎さんは編集部にも顔を出さず、その夜の対決の策でも一人で練り続けていたんでしょう。通話記録によると、山崎さんの携帯電話に午後5時、公衆電話から一本の電話が入っているそうです。その電話であなたは廃屋に置いてあるトランクを発送してくれるよう山崎さんに依頼した。当然山崎さんは何か企みがあると察した。でもその依頼を拒む気はなかった。神楽坂であなたたちと会った時から、編集長はもう引き返せないところへと足を踏み入れてしまったんですから。真相を暴くため、あの人は突き進むしかなかった。お荷物発送ですね。午後6時に山崎さんはそのトランクを発送し、腹ごしらえをして、札幌行き寝台特急北斗星に乗り込んだ。上野19時3分発、まもなく発車です。立山とあなたと山崎さんを乗せ、7時3分北斗星は上野を出発した。そして走るその車内で山崎さんは決定的な証言を何とか引き出そうとした。当時あなたは選挙に返り咲くために金を必要としてた。その選挙資金が横領した金とあっては岡瀬の口封じをするしかありませんよね。でも立山もあなたも知らぬ存ぜぬを通し続けた。そして郡山への到着が迫った頃、まもなく郡山です。あなたに連絡があった。福島です。打ち合わせ通り三原西のサービスエリアに入りました。何？まもなく郡山に到着します。バウン社の末吉からです。ポラリスの調子がおかしいと。私の一番大切な馬だ、すぐに見に行け。君もこの郡山まで降りろ。立山さん、私はあなたに話が。西田君抜きにして話す気はないよ。君もこの西田君と行動を共にし、明日函館と落ち合ってもう一度3人で話そう。それまでに私も腹を決めておくと言ってるんだよ。先生もこうおっしゃってるんだ。山崎さん、早く駅に着きます。あ、山崎さん、あとここで待っててくれ。待ってて。いや30分、いや1時間で必ず戻るから。おい。山崎さんは危険を確保であなたを追った。見通りよかったよね。やっぱり録音してたか。
いたします。東北新幹線やまびこの最終便で東京に戻ったあなたは、裏口からでも玉屋さんの部屋に入ったんでしょう。これであなたの工作は終了し、第2幕を受け持ったのは末吉さんだった。出せよ。トランク詰めにした山崎さんの死体を乗せたバウン車で末吉さんが出発し、盾のポラリスが発病したと偽ってそのバウン車を水沢で高速から降ろさせ、水沢競馬場へと向かった。いや、どこも悪いとこはねえようだけんとな。そんなことないだろ、もっとちゃんと見てくれよ。なあ先生、3時間ほど様子見てもう一回往診に来てくれ、頼むよ。獣医への2度の往診以来で空白の3時間を作った。その3時間の間に末吉さんは、上野から発送させたトランクを受け取り、それに貼られていた送り状を死体が詰まっている方のトランクへと貼り直した。この工作で15日の夕方6時に上野から発送された時点でトランクの中に死体が詰まっていたと思わせようとしたんです。狙い通り警察はそう思い込んだ。上野から発送されたのが15日の午後6時ですから、殺害されたのはそれ以前ということに。つまり夕方6時以前のアリバイを作っておけば容疑者にはなり得ない。その線で立山も末吉さんもあなたも完璧なそれを作った。あとはあなたか末吉さんが不審なトランクがあると匿名で警察に通報するだけだった。死体の発見が遅くなりすぎると死亡推定時刻が割り出せず、せっかく作ったアリバイが意味を持たなくなりますからね。それで話は終わりかね。君の並べた推理は何もかも妄想だ。君の推理は全て15日北斗星に立山先生と私と山崎さんの3人が同乗していたことを前提としている。しかしあの日先生はお一人で乗られた。山崎さんももちろん私も乗ってはいない。あなたは山崎さんを見くびっている。どういう意味かね。残したんですよ、あの人は。これを IC レコーダーの録音チップです。銀幕の氷山で降りろ。立山さん、私はあなたに話が。西田君抜きで話す気はないよ。銀幕の西田君と行動を共にし、明日函館で落ち合ってもう一度3人で話そう。それまでに私も腹を決めておくと言ってる。先生もこうおっしゃってるんだ。山崎さん早く。バカな、録音機は始末したのに。はい。郡山で北斗星から降ろされた時、何かの罠じゃないかと山崎さんが思った。だからレコーダーからチップだけを抜き取っておき、亡くなる間際に隠したんです。何か残していないかと思って探したんだよ。だがバウン車のどこにも。胃袋の中にです。その時山崎さんはとっさに放ったんです。貝歯桶に。ポラリスが食ってたのかよ。ポラリスの胃の中に。あの馬が一番かわいそうです。誰よりも心を許していたあなたが目の前で人を絞め殺すのを見てしまったんですから。
人の意味なんかわからないかもしれない。でもそれがどれほど恐ろしいことなのかを感じますよ。その精神的ショックでレースの結果は3着に終わり、あなたが近づくと興奮して暴れるようにもなった。馬はデリケートなんですから。ボロボロだな。私はトランクの発想を山崎さんにさせたところからすでに破綻していました。苦肉の策だった。共犯者を増やすのは危険だ。でもその役ができる人間が他にいない以上、山崎さん当人にやらせるしかなかった。今回の一件、立山先生には一切関係ない。岡瀬をやったのは私だ。山崎さんを手にかけたのも私だ。先生の預かり知らないところで俺が勝手にやったんだ。直接手にかけたのはあなただし、手伝ったのは末吉さんだ。でもね、西田さん、俺が本当に許せないのはあなたや末吉さんより、自分の保身のため恩義に熱いあなたを利用して殺人に走らせた立山なんだ。俺がというより、山崎さんが本当に叩きたかったのはあいつなんです。金をばらまくようなずるい真似をして権力を手に入れ、威張ってる奴があの人には許せなかった。それでも先生は、立山先生は俺には本当に恩人だったの。だから何ですか、山崎さんも俺の恩人を殺しおいてほざくな。うわ、7年前の公金横領に端を発する公選法違反と現在の2つの殺人事件のスクープは大きな話題となり、立山虎平も逮捕された。うちがスクープなんて初めてですね。それに署名の記事も創刊以来初めてじゃないか。名前出せるような記事書いてませんからね。今頃編集長喜んでくれてますかね。宝物ですね。盗まれないように隠しておくか。ああ墓の中に。私もらっちゃおう。ダメだ。なんで。いいじゃない。ダメだよ。ちょっと見せてくださいよ。ダメだ。え、なんで。